ザ・ゲートホテル雷門の606号室です。こんな感じのツインルームです。なんか紫と黒で割と暗いお部屋。ここに窓辺にはソファーがあって、景色はなし。壁、屋上に行ったらスカイツリーとか見えます。ベッド横にはこんな感じで、こっちが空気清浄機です。こんな感じで、ここがお化粧台、お仕事デスク、鏡がこんな感じで可愛い。お水は2本あります。その横に電話、テレビがこっちで、の中には金庫、冷蔵庫、中身は空っぽでした。隣がポットと、なんか砂糖とか紅茶とかそういう系。で、ネスプレッソもあります。カプセルは4つ。になんか可愛い卵みたいな電気があって、の横がクローゼットです。スリッパが入ってるだけ。玄関入ってすぐ右がバスルームな感じで、一応セパレートです。洗面台はこう石鹸があって、こまごまアメニティとバスソルトもあります。ドライヤーはパナソニック。お風呂はこんな感じで、レインシャワーと可動式の2つあります。シャンプーはオリジナルかな。ルーフトゥープテラスはこんな感じ。スカイツリーと金のうんこビュー。